こんにちは、バンザブローです。今乗ってるこの N ワゴン、そろそろ手放す時期になってまいりました。で、4年間乗ってみて、この N ワゴンの良かったところと、ちょっと、と思ったところ、最後に動画にしてまとめてみたいと思います。まあ、あくまでも私の個人的な使用感なんで、他の方全員に当てはまるかというとそうでもないかもしれないので、その点ご注意してお聞きください。まず一番良かったのはブレーキホールドですね。オートブレーキホールド、今もうブレーキ踏んでブレーキペダル離してもブレーキが効いた状態をキープしてくれるんですよね。この機能が素晴らしく良かったですね。確か軽自動車としては N ワゴンが初めて搭載された車種だと思います。赤信号だとか、冬場どうしても渋滞して何度も何度も発進と停止繰り返したりするときとかに、いちいちずっとブレーキ踏んでなくてもいいっていう、まあ、物臭な機能といえば物臭な機能なんですけど、で今走り出すときにちょっとこうアクセルを踏めばブレーキは自動で解除になります。この機能もうほんと便利で、次の NBOX 買うんですけど NBOX にもついてることを確認して購入したぐらい、ついてますよねって一応確認して購入しました。この機能ない車はもう乗れないですね。正直会社の車はたまに運転することあるんですけど、危ない、ブレーキから足離してしまうような間違って離しそうになることがあるんで、慣れというのは怖いもんでちょっと怖いですね。あとはこの車ターボ車でパドルシフト、ここのハンドルの横にいわゆるセミオートマっていうんですかね、手動でギアチェンジができる機能がついてまして、これも便利ですね。夏場とか一般的な時には高速とかの合流時、あと低速車を追い抜く時とかにはちょっとギアを一つ落として加速して合流したり追い越ししたりするっていうことがスムーズにできるんで、それが便利ですね。まああんまりそんなに頻繁に使うようなことはないんですが、一番使うのは冬場ですね。冬場冬期間どうしても路面が凍ってて、あ、これちょっと安全に止まれそうもないなって時にブレーキを早めに踏んでもちょっと危ないかなって時に、あらかじめギアを落としてパドルシフトでギアをダウンさせておいて、エンジンブレーキを使って安全に止まることができるんで、もうほんと頻繁に使いましたね、この機能。次の NBOX にも確かついてる機能なんで、またお世話になることだと思います。まあ、あまり夏場そんなに頻繁に使う機能ではないんですけど、冬はあるとほんと重宝します。次に居住面なんですけど、後方の、なんていうんですか、貨物室っていうか、荷物を置くところが、二段ラックモードっていうのになっていて、上下分けることができるんですよね。これもなかなか便利でしたね。買い物行った時に重い、例えばビールケースだとか、重いものを下の段に入れて、その上に一つ棚ができるんで、普通に買い物したものを乗せたりして、上下で使えるんで、とっても便利です。で、普段はあまり使わない、洗車道具だとか、冬の緊急時に使うようなヘルパーだとか、スコップ、そういうものを、ブースターケーブルとか、そういうものを下の台に乗せて、上は常に開けとけば、買い物の時にボンと。買い物カゴごとそこに置けるんで、とっても便利に使っていました、ね。
動画にあまりしてないんですけど、この車、イノワゴン、何度か車中泊も行って、はっきり言って十分でしたね。私、夫婦ともに体がミニマムにできてるんで、例えば身長170センチとかぐらいまで行っちゃうと、ちょっときついかもしれないんですけど、結構夫婦二人でも快適に車中泊寝ることができたし、まして一人で何度か車中泊行きましたけど、一人だったら運転席の方は倒さないで、助手席の方だけ倒して、ベッドキットみたいな手作りしたのがあるんで、それで寝るってことをすると、とっても快適に寝れるんですよね。全然問題なく寝返りも打てるし、ただ車内で立ったりはできないですね。高さがやっぱりあまりないんで、ベッドキットみたいのもつけてしまうと、体をちょっと丸めて移動しないとならなくなるような感じなんで、まあその辺はちょっと次の Nボックス背が高いんで楽しみなところであるんですが、まあ別にこの車 N ワゴン全く問題なく車中泊もできた、意外と広い居住空間っていうんですか、空間ができるんで、荷物運ぶのも全然楽で、タイヤ4本ぐらい軽く乗せられますし、とっても助かりましたね。あと細かいところで行くと運転席と助手席のシートヒーターっていうんですか、これがやっぱり冬場寒い時寒冷地なんで、どうしてもぬく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 できて、冬場の寒い時は助かりました。まあその他にね、ホンダセンシング、車線キープだとか、前の車に追従する機能だとか、確かこの車から30キロ以下でも追従できるようになったんで、ダラダラした運転の時とかも結構街中でもちょっとここは信号しばらくないなっていうようなところ、分かるところだと信号で止まりそうもないなってところだと追従入れて前の車についていくような感じを使ってたんで、この機能もなかなか便利でしたね。まあここまではいいところだったんですけど、まあちょっといまいちだったなと思うところ、まず一番はテレスコピクスっていうんですか、ハンドルの位置を変えられる機能、これは使わなかったですね。基本は私一人で運転しかしないし、まあ妻が運転するんですけど、妻もシート位置をちょっと前後に動かすぐらいで普通に運転できてたんで、ハンドルの位置を変える必要が全くなかったんで、まあたまに妻がハンドルの高さ、上下っていうんですかね、それを変えて運転してたみたいなんですけど、そのぐらいなんで、前後ですね、前後に動かす機能、まあちょっといらないかなと思いましたね。いろんな人が乗る車だったら、運転する車だったら必要なのかもしれないですけど、この機能なしでその分ちょっとお値段を安くしてもらった方がありがたいような気がしました。で、次に燃料タンク。これちょっと小さいですね。特に北海道、土地柄、ちょっとドライブに出ると、すぐ400キロ、500キロとか走っちゃうんで、ほとんど1回の給油じゃ無理なんですよね。で、田舎に行くと、土日、祭日とかガソリンスタンド閉まってるところが多くて、もう、なんですか、常にガソリンの心配、次の給油場っていうんですか、ガソリンスタンド、次どこで給油しようっていうような心配があって、その心配して走らないとならないかと思うと、ちょっと辛かったですね。もう少し、
燃料タンク大きくなってくれば、もちろんあの燃費が今の倍ぐらいになってくれれば全然ありがたいんですけど、あの一応障害燃費っていうんですか、この車買った時からずっと燃費取り続けてるんですけど、リッター14キロぐらいになってるのかな、確か14キロぐらいになってたと思います。一応冬と夏とで全然、冬場はもう11とか12キロ出ればいいぐらいになっちゃうんで、夏場と平均するとだいたい平均14キロリッターぐらいですね。そのぐらいで走ってたんですけど、まあこれが平均で冬場も17、8キロぐらいまでね、リッター17、8キロぐらいまで伸びてくれたら結構助かるんですけど、タンク、燃料タンクの大きさ気にしないでドライブ行けたりするんで、どうしても満タンにしても500キロ走れない感じなんで、そこがちょっとねっていうところでしたね。あと細かいところなんですけど、リアのガラスが汚れやすい、リアスポイラーの影響か、空気の流れがそういう風になってるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ雨降ったりちょっと雪降ったりするとすぐリアガラスが汚れる感じがして、特にあの雪解けシーズンもう今だいぶ収まってきたんですけど、一番ひどい雪解けシーズンの時はもうリアのワイパーかけようが何しようが全然取れない。ワイパー動かしてちょっと高速道路で走ってるともう一瞬でまた汚れてしまうような感じで、そう、まあそうそうね、リアを確認して運転することはないんで、ね、後ろを見ながら走ることはそんなにないんで、安全確認ぐらいなんで大丈夫って言えば大丈夫なんですけど、もうちょっとなんか、汚れがつきにくくなってくれたらなとは思いました。で、安全確認という意味では、ホンダセンシングの追突防止機能、軽減機能っていうのか、そういうやつのセンサーが、まあ、動作できなくなることが多かったですね。冬場、ちょっとみぞれとか雪が降って、ボンネット部分、多分センサーどっか裏の方についてると思うんですけど、そこに雪がへばりついちゃうと、もう一瞬で動作しなくなりましたって警告出るんで、これなんとかしてほしいですね。寒冷地使用車みたいのを作っていただいて、うん、なんかヒーターつけるとか、まあどう、なんか頭のいい人考えてくれて、冬のね、本当悪天候時こそその追突軽減防止機能とか、そういうの使いたいなと思う時があるんで、吹雪の時とか、ね、ホワイトアウト、まあ、あんまりホワイトアウトひどい時は車走らせないですけど、視界が悪い時とかに前方に車いるかどうか確認できるように、そのセンサーが働いてくれたな、もっと良かったのになと思いました。これ、なんとかなんないんですかね、寒冷地使用車みたいな感じで作っていただけるとありがたいんですけど、センサーの部分をちょっと変えていただくとか、できないですかね。それと細かいことなんですけど、電子制御パーキングブレーキ、いわゆるサイドブレーキ、サイドブレーキが、自動で働くことがあるんですけど、冬場働いちゃうと困るんですよね。冬場はサイドブレーキかけないっていうのが鉄則なんで、凍っちゃうんで、ブレーキが凍っちゃうんでサイドブレーキはかけないようにするんですけど、それがたまに手順を間違えてエンジンを切ると自動で働いちゃう時があるんですよ。で、エンジン切った段階で働くんで、それを解除するためにもう一度エンジンかける
これできたらなんとかそのオンオフ機能っていうのかな、自動でかけるかけないオフ、多分ないと思うんですけど、設定項目からないと思うんで、これが選べるようになったらありがたいなと思いました。まあいろいろいいとこ悪いとこ話してきたんですけど、今まで乗ってきた車の中では本当乗りやすくて使いやすいいい車ですね。取り回しも楽だし、加速感も割といいんで、なんか坂道だとかさっき言った高速の時とかももたつくことがないんで、乗りやすい本当にいい車でした。あといろいろ先進の機能、オートブレーキホールド機能、そういうのついてるんで、快適に通勤ドライブ等に使うことができました。ちなみに、アイドリングストップ回数が今3万224回、冬場はほとんど働かないんで、寒冷地じゃないところにお住まいの方はもう4年間だともうちょっと倍以上になるのかな、6万回近くなるんじゃないかな。それと、障害運転時間が今のところ1916時間しています。一応この車買ってすぐ取り付けた機器のデータなんで割と正確だと思います。という感じで、あと何日間か乗る通勤等で使って手放すことになるんですけど、事故のないよう最後まで安全運転でお別れしたいと思います。何かこの N ワゴンってこんなとこどうでしたかみたいなこと聞きたいことがある方がおられたら、コメント等で書いていただければ、お答えできることはお答えしたいと思います。以上、バンザブロでした。N ワゴンの動画これで最後になると思います。次からは N ボックスになるのかなの動画になると思います。ここまでお付き合いありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、評価、コメント等いただけると嬉しいです。それではまたしたっけね。いや、なんかお別れするかと思うとちょっと寂しくなってきますね